内田からデイビス、スリーポイント決まっています。飯田バウンドパス合わせて久岡に対してのブロック。昨シーズンまで内田が長くボールを持つ、最後はタップしていきましたが決まっています。アレックス・デイビス、久岡のジャンパー。このセカンドボールは青森池田走って手を出していたがブロックも行きましたが最後は沈めています。青森ホームでの連敗は絶対に避けなければいけない香川ファイブアローズです。常田が打ってきた、スリーポイント決めています。パスアウトからスリーポイントシュートは常田決まっています。常田スリーポイントで止めます。常田のジャンパー、おー決まった。その中で常田選手が昨日今日と非常にいいプレー見せています。エルボージャンパー決まりました。外国籍はデイビスと EJ モンゴメリー、そのモンゴメリーにボールが渡ります。ここにバーグがついているディフェンスですがシュートを打っていきました。バーグが呼んでいますがここでパスをカットしていきました。青森です。下山のパスカットからデイビス、そして合わせて下山のレイアップ、キャプテン下山大地。モンゴメリーパスアウトから下山スリーだ、決まりました。キャプテン下山大地、下山もこのアウトサイドシュート、スリーポイントは得意としています。下山から合わせてデイビス、ここにブラントがつきますがここはうまい身のこなしを見せていきました。サードチャンスを生かしての香川ファイブアローズ、昨日からの課題しっかりと改善されている印象。福田から下山、外のパス回しで空いたです。中にパスが通った、最後はデイビス、デイビスのフックシュート決まっています。久岡宝太郎に対してのブロックもぎ取りました。野里のディフェンス、そして池田が決めていきます。今日はこういったセカンドチャンスポイントも多くなっています。香川ファイブアローズ、マックス久竹のスリーポイントです。マックス久竹、最後はレイアップでいきました。池田スピンムーブから最後はパスアウトで久竹にスリー、決まっています。トップの位置からスリーポイントシュート。久々の丸亀開催、香川ファイブアローズ、丸亀での勝利も近づいてきましたが、下山のスリーポイント、あ決まりました。キャプテン下山大地、ポイントは3本目の成功になります。下山、下山に対する飯田、そして池田です。下山また打ってきた、スリーポイント連続で決まりました。ここはスティールになった青森、速攻池田レイアップで決めていきました。チームファウル3つです。サイドラインから空いた、空いたのレイアップ決まりました。最後はパスを選択しましたが青森ボール、野里のスリーすぐに打っていきました。おー決まっています、野里純喜。残り12秒です。すぐにシュートを打って、おーバンクスリーで決めていきました。ホールモネアレックス、